い、皆さんこんにちは、デフです。今回は里中知恵、霧城満、鳴上優、この3人の解説と検証をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまずは里中知恵からいきましょう。はい、ということで文字が知、字、さ、座ということで、まあ強い文字持ってますね。さで、知も5文字盤面に、適用しているので、まあ5文字盤面異軸につながるような文字ですね。そして凄技が4文字以上で発動です。まあこれありがたいね。で、6回ランダムな敵に超絶強力な水属性攻撃を与えるということで、まあ獣がね、こういったランダム攻撃になるんですけど、まあそれに近いような、っていうか同じだね、ランダムな攻撃になります。そしてリーダースキル、デッキ内に水光が各6体、獣種族が6体以上いる場合、メイン属性のみを参照する。デッキ内全員の HP100%、 アタック 100%、 炎上耐性 100% アップということで、まあ、まずデッキ内に水と光が各6体、でそのうち、獣種族が6体以上ということで、まあ、縛りがちょっときついんですけど、まあ、それでも水光の混合デッキが組めるよと、で炎上耐性も持っているよというリーダースキルになります。まあ、ちょっとね、 HP アタックのパーセンテージがもうちょいあればよかったかなというところではあるんですけど、まあ 100%100% なんで、まあ、弱くはないですよね、決してね。そして特性、ビリビリブロックから受けるダメージを軽減、文字変換にサザを追加するということで、まずはビリビリガードですね。そしてヒールブロックへのダメージアップ、ドロー時に自身のアタックをかなり強化なんですけど、まあこのドロー時に、自分に3バフつけるんですよね。これがかなり強力となっています。まあこの後ダメージ検証やるんですけど、まあその時に、分かると思います。そしてヒールブレイカーということで、まあビリビリとヒールとなってますね。はい、ということで、まずは里中知恵の、ダメージ検証見ていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。まずはリーダーがスーパーソニック。まあ、水のリーダーはいつもスーパーソニックですね。そしてリーダースキルが HP80、アタック100となっています。そして、里中知恵の攻撃力が703となってますね。で、過去のデータだと、スラッシュドライブが、トライブが 53,685、グレイが、まあ、キラーありで 44,797 とか、で、キラーなしで 26,951 となっているんですが、けど、まあ、すべてボスに攻撃が当たったと仮定したら、まあ、一発が 11,797 だったので、里中知恵の攻撃が。まあ、これかける6で合計 77,782 となってますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、里中知恵ね、まあ、一応7万ぐらいは出てましたね。で、ツラッシュトライブとか、グレイと比べても、まあ、圧倒的に、まあ、2万ぐらい多かったので、まあ、かなり、まあ、3バフついてるってのもあるんですけど、まあ、ドロー時に自分にね、バフをつけるっていう特性があったので、その特性のおかげで、まあ、一応3バフで7万ちょいぐらいかな。なので、まあ、バフなしの、バフ1かな、ツラッシュトライブ。ツラッシュトライブもドロー時か、まあ、フィールドに出した時に、まあ、バフが1個ついたはずなので、まあ、それを考えると、まあ、里中知恵はかなり、まあ、バフ3ですけど、かなり強いんじゃないかなと思います。ただね、まあ、この後、自分の、他の言霊んで、バフをつけるときに、里中知恵にはね、そんなに、重なっていかないよっていうところはありますよね。ただ、バフ使わない状態であれば、里中知恵のこの火力、まあ、自分でバフ3をつけた火力っていうのは生きていくんじゃないかなと。ただ、まあ、注意点なんですけど、里中知恵はドローしてから、まあ、2ターン後、まあ、3ターン後かな、まあ、2ターン経った後、自分のバフが切れてしまうので、そこだけ、注意してください。まあ、早めに使うのがいいかなと思います。はい、ということで次、霧城満いきましょう。文字が木木実ですね。まあ、実がちょっとね、使いづらいっていうところはあるんですけど、木は5文字盤面でかなり優秀だと思います。そして発動条件4文字以上。で、自身の文字に応じて効果が変化する。木、木の時、敵単体に超絶強力な水属性攻撃。実の時、このターン、自身のアタックを大きく強化。で、敵単体に超絶強力な水属性攻撃ということで、まあ、実の時ですよね。バフがついて攻撃できるよというところですね。まあ、若干実がね、ちょっと使いづらいんで、なかなか狙っては難しいんですけど、まあ、木が基本的に、使っていく形になるよ、なるような気がしますね。そしてリーダースキル。デッキ内に水属性が12体いる場合、メイン属性のみを参照する。デッキ内全員の HP80、アタック80、混乱耐性100、
これ混乱耐性100非常に大きいですね。で AA 種族アタック 40% アップとなっています。なので、まあ、英雄に関してはアタック120になるのかな、うん、でそれ以外だとアタックは 80% アップで止まりますよという感じです。もう本当にこの混乱耐性100がね大きいですね。今回霧城満は高谷だか誰かに刺さったのかな、うん、でその時に混乱だったんですよね、ギミックが状態異常か。ただその時の混乱耐性のキャラクターを僕はあんまり持ってなくて、結局 50% のまだ霧城満を手に入れる前だったので結局鬼レムで、うん、ご利用したんですけど、まあ、この子がいれば全然違いましたよね、うん、はい。ということで、特性ですね、ビリビリブロックから受けるダメージを軽減、文字に身を追加するということでビリビリガードを持っています。そしてコピーマスの効果を受けない A 種族の敵に与えるダメージが 30% アップ、まあ、AU 種族キラー持ってて、あとコピーガード持ってますね。ということはまあこの子は最近来た火のなんだっけな、ソからゾから始まる子、うん、の降臨に刺さるようにできているという感じですね。まあ、ただ英雄なので、まあ、ちょっと、うん、噛み合わないところはあるかもしれないですね。はい、ということで今度は霧城満見ていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。またリーダーはスーパーソニック、リーダースキルは同じで HP80 アタック100となっています。そして霧城満の攻撃力784ですね。で過去のデータも同じものを用意しています。で木の時ですね、木の場合 38,644 ということですね。まあ、スラッシュトライブよりも下で、グレイのキラーリよりも下、まあ、ただグレイのキラーなしよりかは上だよと言ったぐらいにはなってますね、火力的に。そして次、ミの時ですね。でミの時は、自分にバフをかけて、攻撃するので攻撃力がかなり上がりますよという感じになります。確か2バフかな。なんで、ミの場合、まあ、77,544 と、まあ、約倍ぐらいに、まあ、コンボ数の違いもありますけど、まあ、約倍ぐらいになりましたね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。やっぱり、バーフが入ったら、まあ、里中千恵と同じぐらいの7万ぐらいのダメージ。やっぱり、ミで使った時は強いですよね。うん、っていう感じになりましたね。やっぱ、木の時はそんなに火力出ないですね。うん、やっぱり、ミで使ってなんぼのキャラクターかなという感じにはなります。はい、ということで次行きましょう。次は、鳴神優ですね。はい、ということで、なとゆと小さいゆが使えます。文字ですね。そして、英雄種族。で、発動条件4文字以上の凄技で、自身の文字に応じて効果が変化する。なの時、敵単体に爆絶強力な光属性攻撃。ゆの時、敵単体に超絶強力な光属性攻撃というところで、まあ、やっぱりなの時に使うと、まあ、強いよということですね。まあ、なは、まあ、先ほどのみよりね、まだ使いやすいかなというところはありますが、まあ、それでも使うところは選ぶ文字かなとは思います。まあ、ただ爆絶なんでね、これはもう間違いなく強いでしょう。そしてリーダースキル。デッキ内に光属性が12体、英雄、英種族が6体以上いる場合、メイン属性のみを参照する。デッキ内全員の HP80%、アタック 80%、汚染耐性 100%。8コンボ以上で光属性のアタックが追加で 50% アップということで、まあ、光属性12体なんですけど、そこに英雄種族を6体混ぜなきゃいけないと。そして、デッキ内全員が80、80なんですけど、8コンボ以上で50追加で130になるよと。そして、汚染耐性ですね。100% ついているので、今、降臨できているマーガレットに、まあ、適しているのかな。そして、特性ですね、シールドブロックへのダメージアップ。文字変換に湯を追加ということで、まずはシールドブレイカーついてます。そしてビリビリブロックから受けるダメージを軽減、英雄種族の敵に与えるダメージが 30% アップということで英雄キラー持ってますね。そしてビリビリガードついています。まあシールドビリビリなんでね、まあ、光のシールドって結構手薄だと思うので僕だけかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこれは嬉しいですね、シールドブレイカー。うん、しかも湯で使いやすい文字ではあるので、まあ、名はね、ちょっと使うとこ選ぶんですけど、うん、まあ、湯があるのが非常に大きいかなと思います。はい、ということで、次は、鳴神湯のダメージ見ていきましょう。
はい、ということで見ていきましょう。リーダーがエデン。まあ、これ、光属性の時はいつも一緒ですね。リーダースキル、HP80、アタック70、で、ナルカミユーの攻撃力725となっています。で、過去のデータがね、ちょっとないんですけど、連続攻撃のエルザ、まあ、39,882。で、全体攻撃のイチヤ、25,986ということで、まあ、湯で使った時は全体攻撃の一夜よりも弱い 23,664 となっています。なのでそんな火力高くないのかなと、いう感じがしますね。で、まあ次が、奈で使った時になります。まあこれが爆絶のダメージですね。まあせめてね、エルザは超えてもらわないとというところになりますよね。単発一発なんで。まあ、連続攻撃は一発が弱いけど何回も殴れるっていう感じなので。で、これで5,046っていうところで、やっぱりエルザより、まあダメージ出ますね。まあやっぱり過去のデータがまあ僕が持ってないっていうのもあるんですけど、まあエルザとイチヤと比べるのはね、また別なんですけど、まあ単発の攻撃っていうのはまあ一発の威力が高くて、まあエルザみたいな連続攻撃っていうのは一発の威力弱いけど、まあ何回も殴れるよっていうタイプ。で、そして全体攻撃は、まあもちろん全体攻撃なので、まあ一人に対する威力っていうのはそうでもないですよねっていうところで、まあ比べるのもなんかちょっと変な感じなんですけど、まあ単発の、僕がデータを持ってないので、まあこのナルカミユーがね、初めてになるんですけど、まあそれでも、ナの時は、だいぶ高かったですよね。5万ちょいぐらい出て、まあエルザよりも1万2000ぐらい高いのかな。まあただ、ユで使った時が、まあ2万3000とかで、全体攻撃の一夜よりも弱いというところで、まあそこがね、まあユの方が使いやすいので、まあそれは仕方ないところもあるんですけど、まあやっぱり、なぜ狙っていきたいキャラクターなのかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、この3人ですね。ペルソナクラボ、コラボの里中千恵と、霧城充と、鳴上優。まあ、この3人の検証と、解説やらせていただきました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。